秋津丸。秋津丸は、大日本帝国陸軍が建造、運用した、揚陸艦、上陸用終帝母船。帝国陸軍では、特殊船兵型、兵型特殊船に分類される。事実上の世界初のドック型揚陸艦として1930年代、中期に開発された、新州丸、上津丸の発展型として、上陸用終帝である大発道艇、大発を、 多数搭載した海上陸船水行能力を持つと、共に上陸部隊の支援を目的とする全通飛行艦艦を使用した航空機運用能力を有す世界的にも極めて先進的な揚陸艦であり、その運用思想と船型から現在の強襲揚陸艦の先駆的存在であった。島国である日本の地理的条件、第一次世界大戦の先訓。 ガリポリ上陸作戦、在フィリピンのアメリカ極東陸軍を仮想敵国とする大正12年、帝国国防方針によって、1920年代の早くより上陸戦に関心のあった帝国陸軍は、同年代中期には上陸用州艇として、小発同艇、小発、大発を実用化。さらに1930年代初期には、従来の 宇治名丸以外一般的な軍隊輸送船となり、多数の上陸用集艇をその先進的な集艇格納庫に搭載し、主に船部より迅速かつ安全に発進可能な集艇母船を開発。その R1 は設計の手直しを経て1933年、昭和8年4月8日に起港、新州丸、神栖丸と命名され、翌1934年、 昭和9年12月15日に竣工した、揚陸艦たる通称特殊船、新州丸は優秀な集停運用能力だけでなく、上陸部隊の支援を目的とする航空機運用能力を有しており、その発進にはカタパルトを使用していた。完成した新州丸は、連戦を重ね、各演習のみならず1937年、 昭和12年に勃発した品事変の核上陸戦輸送任務でその能力を遺憾なく発揮し大活躍。この新週丸の成功により、陸軍はさらなる上陸戦対応能力の強化を図るべく、特殊船の増産を計画するに至った。なお、陸軍がこれら本格的な揚陸艦を開発、保有した背景について、当時の海軍は戦闘艦の整備に傾注し、 揚陸艦といった支援、補助艦艇の開発には極めて消極的で、近代戦において進化する、上陸船のみならず、遠隔地への軍隊輸送、海上護衛、戦乱護衛に対して理解がなく、揚陸艦のみならず上陸用集艇、上陸支援艇の開発、保有は必然的に陸軍が行う必要があったことに留意しなければならない。かつ、陸軍が海軍とは別に、 洋陸や輸送を目的とする独自の船舶部隊、陸軍船舶部隊を保有することは日本だけでなく同時期のアメリカ陸軍でも大々的に割れていた行為である。品事変の実践に先駆け1936年、昭和11年を8月にはすでに特殊船の増産が要望されていたが、1938年、昭和13年10月に陸軍中央はそれを決定。 翌1939年、昭和14年には海軍と協議を行い具体的な増産計画を定義した。予算の制約により、大量の特殊船を宇品丸、新州丸のような陸軍省保有船、陸軍船として維持することは難しため、陸軍は戦時の徴用を前提として民間海運会社に補助金を出し、 建前上とはいえ特殊船を民間席の商船として建造することとし、並行して各海運会社、造船所とも協議を重ね9席8万トンの建造を計画。その計画量産特殊船は線形によって大別して以下の通りとなる。前身の新州丸はその外観が極めて得意であり、秘密兵器である特殊船の秘匿、防御用の観点から好ましくないため、 これら量産特殊船の船型は、一般商船型とされ本来は空母型である。兵型も等は商船型構造物を有すことになっている。新州丸に次ぐ二隻目の特殊船また、新鋭量産特殊船の第一号として選ばれた、兵型は、新州丸と同じ張間造船所において1940年、昭和15年9月17日に寄港、秋津丸と命名された。 偽装のために計画通り商船型第1形態として建造が始められた秋津丸であったが、寄港後に国際情勢を鑑みて商船型第1形態を取りやめ当初より飛行板を装着した空母型第2形態とすることに決定。1941年9月24日に浸水し、太平洋戦争、大東亜戦争突入間もない1942年。 昭和17年に1月30日に巡航した。空母型の得意な船型で収益していたが、名義の上では、秋津丸は、石原産業産加の日本海運の所有する貨物船であった。同じ兵型の姉妹船として、当初は、ぎ津丸があったが、これは航空偽装のない高型相当として、巡航しているため純粋な兵型は、秋津丸のみである。 秋津丸の姉妹戦争等である M 兵型熊野丸は海軍の小型航空母艦に倣い船橋を甲板下に煙突は原則に設けられると秋津丸の事実上の改良型として1945年昭和20年3月31日竣工しているしかし竣工当時はすでに大戦末期であり秋津丸他の特殊戦と異なり 実戦で運用されることなく神奈川島にて経流された状態で敗戦を迎えた。しかし被害を受けていなかったため、終戦後に約4000名収容可能の福音船として活用されている。太平洋戦争開戦直後の1942年1月に竣工した秋津丸は南方作戦に投入するべく2月26日にハリマ船所を出港。 帝国陸軍船舶部隊の根拠地であり、陸軍運輸部の本部、後に、県船舶司令部置かれている母校たる、広島県宇品、宇品港に移動した。なお、あくまで徴用商船である、秋津丸は春工以降その最後に至るまで、運航などは、軍属扱いの民間の陸民により行われている。秋津丸及び、新州丸は、太平洋戦争の海戦意義である。 港資源地帯確保のため、同年1月11日より始められた、乱印作戦に動員。乱印作戦では、空の新兵こと第一艇診断の活躍によって、最重要戦略的攻略目標である、パレンバン大油田を2月14日に制圧していたが、パレンバン空挺作戦、シトバタビア、ジャカルタやバンドン要塞を要しオランダ軍主力、イギリス軍、オーストラリア軍、 アメリカ軍のアブダ連合軍将兵約8万強が守備するジャワ島の制圧は最終目標となっていた。自東南アジアほぼ全域を掌握していた日本軍にとって、このジャワ島上陸作戦は南方作戦の総決算といえるものでもあると同時に、100隻弱の戦団を使用する港作戦最大規模の上陸作戦であった。このジャワ上陸作戦において、 第十六軍、司令官、今村一志陸軍中将司令部が座城する、新州丸、当時は、一組名龍城丸を、塩井川バンタムへ、秋津丸以下はメラクへの上陸に参加することとなった。2月18日、西部ジャワ島上陸部隊たる、新州丸は、秋津丸等と共に、総計56隻の大船団を編成し、仏印のカムラン湾を、出港、19日に、 東部ジャワ島上陸船団38隻は、ホロ島を出港。27日、日本軍上陸を阻止すべく出撃した、アブダ連合軍艦隊と、日本海軍第3艦隊との間で数日にわたり、スラバヤ沖海戦が発生。3月1日0時、メラク湾に入った、アキツマル下、お及び、バンタム湾に入った、ュ州マル以下の船団は、闘病し、揚陸作業を、開始。 0時30分頃には、第1次上陸部隊が、ジャワ島に、無欠上陸した、第2師団を筆頭に、各上陸部隊は、快進撃を続け、5日には、首都バタビアを占領しなのかには、洋少バンドンに進出。これにより、バンドン地区防衛兵団は降伏。8日より、乱印総督との間で、降伏交渉が行われ翌九9日、無条件降伏が確定。 今村中将以下第16軍は3月10日の陸軍記念日にバンドンに入場し、乱ン作戦は日本軍の干渉に終わっている。バンタムの西部に位置するメラクへの上陸部隊である秋津丸以下は敵艦隊との遭遇もなく、終始無事に揚陸作業を成功させ、キ路に着いたが、バンタム湾の新州丸以下は、 スラバヤ沖海戦取り逃がしたアメリカ海軍の重巡洋艦ヒューストンとオーストラリア海軍の軽巡洋艦パースの砲撃を受けている遠距離のため命中せずこれにより危な連合軍残存艦隊と上陸戦団後への日本海軍艦隊との間でバタビア沖海戦が発生砲来撃戦を経て日本軍は同海戦に勝利したものの重巡洋艦 最上の発射した93式魚雷の流れ、5車によって、新州丸及び輸送船2隻、病院船1隻、総海艇1隻が沈没内し大破している。新州丸はサルベージ、修理され復帰。このジャワ上陸船をもって一連の南方上陸作戦は終了したため、以降、秋津丸は、その優秀な積載、揚陸能力を活かしたの特殊船と共に、 兵員等の輸送任務についた。主に、ラバウルシンガポールサイゴントラックスラバヤマニラ、タカオに対し、兵員、航空機、集停、物資の輸送を行っている。一式戦、主外型から E 型に、機種改変する、飛行第50戦隊への機体輸送任務も、秋つまるの任務であった。特筆すべき点として、連日空襲を受けるため海軍の、 空母機動部隊でさえ入港しなかった洋商ラバウルへ3回も入港していることが挙げられる。秋津丸は無傷でこのラバウル輸送任務を成し遂げているが、1942年12月1日の第1回目入港時、航空機と集停を輸送にアメリカ軍の偵察機に写真撮影されている。この際、アメリカ軍は秋津丸をアルゼンチナ丸型護衛空母、特設空母、 海鷹と5人、日本感染識別表に41から42に、特設空母、大高等と共に採されている。秋津丸を含む量産特殊船は、大発等の広し水設備として、主にドック、集定格納庫を、船体内に設けている。この設備は、新州丸と、ほぼ同様のものであり、ドック内にはローラーを利用した機場が敷かれ、天井に設置された。 トロリーワイヤーを利用して、集点を、軌道上で移動させる。この軌道は線尾まで伸びており、シーソーを経由して、スロープ、滑走台に、そして大型ハッチ、門尾、線尾広島水扉を有す並列2カ所の広し、港区地へ通じている。構成のドック型用陸間では、ウェルドックとして、ドック内に海水を導き集点を広島水させているが、 特殊船では海水を導入しての広し水ではなく、滑走台による広し水方式であった。新州丸はドック内だけでなく全部、中部、後部の全甲板に、さらに多数の小発、大発や走行艇、AB 艇、護衛砲艇や高速艇抗、HBK、高速偵察艇を搭載可能であったが、秋津丸は飛行甲板を有すため搭載集艇は、 ドック内のみとなる。先代の新州丸も航空偽装が施されていたが、搭載機の発進にはカタパルトを使用する射出型であり、これは航空機の急速な発達により建造後数年で実質的な意味を失ってしまい、なおかつその運用難度からも使用されることはほとんどなかった。その経験から秋津丸は全通飛行艦艦を有する空母型となり、 島型船橋、マスト、煙突は右辺に寄せられ、飛行甲板の下には航空機をサめコを備えている。飛行甲板後端に設置された航空機用エレベーターで格納庫から飛行甲板へ航空機を移動した。搭載機の目的は、新州丸同様、上陸戦時に搭載機、戦闘機を発進させての陸部隊の支援であった。機体は十七式戦闘機十三機の搭載が、 計画されている。搭載機の発線発艦にこそ、飛行艦板を使用するが、新州丸同様に着船、着艦は想定されておらず、機体は占領した、敵飛行場、臨時造成飛行場に着陸、陸上、水上に、不時儀、富士着水するか、操縦者は蒸気を捨て落下産効果によって収容される、なお、 これに擬似する運用能力を持つ船舶としては、後の第二次世界大戦時に輸送船団護衛のため、ギリス海軍が実戦投入した CAM シップが該当する。新州丸と同じくカタパルトによって発生した戦闘機は敵機を迎撃した防空戦闘後には陸上の飛行場に向かうか、船団付近に不時着水ないし落下散降化し、操縦者は収容されていた。 この CAM シップ及び MAC シップは一般の輸送船、商船を臨時に改装したものであり、日本の新州丸以下特殊船と異なり揚陸艦ではない。そのため、通常の空母なら着船コースとなる、船尾中央にはデリックが喫立しており、着船制動装置、着船式装置もなく、エレベーターの装備位置も飛行艦板後端のみとなる。 新州丸の射出発線が滑走発線になっただけの秋津丸の航空機運用の難しさは特に変わらず、またそれ以上に実戦たる上陸戦で搭載機を使用する機会がなかったため、当初の計画通りに搭載戦闘機を実戦で使用することはなかった。飛行艦板、格納庫は航空機、車両、 集停等の海上輸送用の搭載スペースとして使用され、一例として一式船、春季体輸送任務時には分割した春数重機を搭載し従事している。甲板に大型物資の積載が可能なことは、全通飛行甲板の利点を大いに生かすものであった。しかし、後に、秋津丸はその航空機運用能力を見込まれ、上陸船ではなく、 対戦専用の護衛空母と変貌を遂げることとなる。航空機を運用しない場合、飛行艦板には臨時設備と称し、対空用に 20mm 降車機関砲7機、98式降車機関砲、対水上用に 15cm10 カノン4機、89式 15cm カノンを増設可能である。コ部ブスポンソン、右辺4機、 左限1機分に4機が配備される、大口径大力重砲たる89式15センチメートルカノンを、はじめ、多数の20ミリメートル降車機関砲や75ミリメートル降車砲、さらに元等、式75ミリメートル38式野砲10機の装備は、この種の艦船としては、かなりの重武装である、野戦砲であるため野戦運用の制約がない艦砲と、違い属射性能、 方向社会で大きく劣るが、15cm カノン四門の、放火力と最大射程は、単純比較で50口径3年式 14cm 砲を主砲とする海軍の旧式系巡洋艦、天竜型相当。飛行艦板には黒、民売、灰の三色名彩が施され、船体は軍艦色と呼称される灰色一色であった。太平洋戦争中期、 アメリカ海軍潜水艦の通称破壊作戦によって日本の輸送船被害が激増すると海軍よりこれを重大事項として受け止めていた陸軍は戦乱護衛を目的とする独自の海上航空戦力の地区を検討。まず1943年昭和18年6月4日、船舶司令部はオートジャイロである火護観測機、お号観測機を 対戦紹介機として使用するための戦場発着戦試験を秋津丸を用い広島湾に行った。上日の通り戦備にはデリックが喫立しているため着戦には左舷後方より斜めに侵入し甲板上で左に急旋回する方法を取り成功。午後には秋津丸高校中のさらには対魚雷回避運動中の状態で発着戦試験を行い 結果は1分とはかからない、好成績であった。なお、写真とともにこの、秋津丸戦場発着戦実験を撮影した、記録映像が残っている。同年8月、陸軍は、海軍との協議の中で、改造護衛空母の建造を提出。この計画案は、戦時標準戦利型に、航空偽装を施し、先の運用試験で使用された。 加合観測機4機を搭載し運用させるものであったが D 型船標船は小さすぎ運用困難という海軍の反対により飛んだ9月陸軍は海軍に対し昭和19年度構造船計画に新鋭兵型特殊船を入れることを要望加合観測機20機搭載造船計画の余裕の無差からこの新鋭特殊船建造自体は実現に至らなかったが この代わりとして、秋津丸を改造し三式式連絡機、三式連絡機の運用を可能とすることが決定した。1944年、昭和19年4月13日、当時はマニラへの輸送任務中を繰り返していた、秋津丸は日本に帰還しハリーマ造船所へ入居、同年7月30日にかけ本格的な護衛空母への改造が行われた。 主な改造は、飛行艦板の拡幅、船橋や煙突の右原稿への移設、艦板後部デリックの撤去、煙突後部へ移設、格納庫の拡張、船橋部へのピスト、操縦者と空中勤務者の控え所を意味する、フランス語来の陸軍用語新設、着船制動装置、KX、着船式等、着船標識の設置、防火設備の強化、降車機関砲の増設、 対戦用迫撃砲の設置等。なお、秋津丸が着戦制度装置として採用した KX は、元は陸軍と加護観測機の開発元でもあるかやば製作所が共同開発した移動式野戦温密飛行場装置の一つである。改装にあたって飛行艦板の三色明細はなくなり、白線の標識が描かれ、また従来は灰色であった船体は、 当時の海軍空母と同様に、外原21号色、能力及び、外原22号色、薄緑を用いた緑色の迷彩塗装に変更されている、迷彩は船体のみ。一方、片倉広市陸軍詳細課三取陸軍飛行場を根拠として三式連絡機2機を用いた審査も始まり、爆雷投下試験を経た後、陸軍航空審査部飛行実験部のある、 多摩陸軍飛行場にても擬発着船試験がやれた。これは海軍の母艦飛行機隊搭乗員の模擬、着艦訓練とほぼ同様の飛行場に、石灰にて飛行甲板を描いたものであった。7月、ハリマ造船所に近い加古川陸軍飛行場に移動した三式連絡機2機は、ハリマ灘にて改装工事も終盤になった秋津丸を使用した着船試験を開始。 同月、赤色と青色の着船式等を目印に、タッチ棒を実施し、翌8月、まず、相田里市陸軍中域が、続いて、畑山はじめ陸軍総長機が服を用い着船を行い成功した。対戦紹介機となった三式連絡機の捜索可能幅は、高度300メートルで左右各600メートルであり、目視により紹介を行う操縦者、偵察者、 同乗者は、双眼鏡の他に、後方目標弾、または、特設風評発煙弾を携帯。警戒海域においては3機の3式連絡機が、発戦し1番機は、船団の前方 5km 内メ 6km、2番3番機は、左右 2.5km を円弧状に飛行し対戦紹介を行い、敵船発見時には、無線等を使用し、護衛艦艇以下船団領域に報告する。 上述の通り、対戦線を重大事項として受け止めていた、帝国陸軍、陸軍航空部隊、陸軍船舶部隊では、1943年中後半の護衛空母搭載対戦唱会機構想と時を同じくして、同体戦要員の拡充が行われてた。その操縦者としては、すでに学生航空連盟や民間飛行学校にて操縦士免上を取得した。 操縦経験者たる大学出身者が選ばれ、計20名は特別操縦見習い士官1期の対戦要員学生として同年末頃に、下津陸軍飛行学校へ入校した。教育は操縦では、基本練習機による初等練習から始まり三式連絡機の完熟飛行を、また対戦紹介の教練等を受け、下津陸軍飛行学校調子文教書では、 KX を用いた仇発着戦訓練を十分に実施している。なお、この模擬訓練時に、調子特有の強風に煽られ着陸に失敗、三式連絡機と KX を破壊した操縦者一名が、技量不足として転出した後に特攻隊要員となっている。この調子分教所で協定を終えた対戦要員二十名のうち九名が、飽き詰まる乗組の操縦者となった。 1944年6月、秋まる戦場において三式連絡機を運用する飛行部隊として、中隊長、隊長以下10名からなる独立飛行第一中隊、軍隊符号一回 CS が新たに編成された。一回 CS 長は、下静陸軍飛行学校にて、対戦要員学生の教官であった、寺尾康氏陸軍隊員、陸士55機、部下の隊員9名は、 すべてが、徳見佐を一機の陸軍将尉である、操縦者全員が、将校の飛行部隊であった。加古川陸軍飛行場に移動した一回 CS は、改装中の、秋津丸にて、模擬発着戦訓練を実施、この後、岩国海軍航空隊へ出向き、柱島白地にて、大竹の海軍潜水学校の協力を受け同年、春頃から夏頃にかけ、 実際の潜水艦を用いた本格的な対戦紹介訓練を行っている。この広島湾上の訓練中、1回 CS の薄い、昇尉操縦機にエンジン故障が発生、同白地に停泊中の空母、巡陽を発見した昇尉は無線で巡陽に対し緊急着艦要請を行ったが、断られ、仕方なく巡陽下限部へ、不時着水する事故が起きている。この事故機は、 巡洋のクレーンによって引き上げられたが、ワイヤー固定位置が悪いために主翼が折れ廃棄扱いとなった。また、3日ほど機体は飛行甲板上に置かれていたが、巡洋のクレ入港時に一緒に持って行かれてしまったため、行方不明となっている。7月30日、改装が終了した、秋津丸は、宇品駅艦市1階 CS と3式連絡機発機は、乗船。 輸送任務も兼ねていたために小豆島と天保山を経て、小樽へ向けて出港。この道中一回 CS は、太平洋上にて、爆雷投下試験を実施している。小樽で昆布を積載し、宇名へ帰還したが8月6日には、文字へ移動。翌7日から主に文字不山航路にて、秋津丸は、輸送任務。一回 CS は、対戦紹介任務に就くことになった。 当時の秋津丸戦場、一回 CS の隊員はかなり自由であり、ある少位操縦者はよく船内で行方不明となり、船長室で船長と飲酒していた、無船室で寝ていた、医務室でグニーから、武道島アンプルもらい甘味料としていた。また、高校中にベッドで休憩していた終盤勤務の子さんの総長を終盤士官であった少位操縦者が、 飛行甲板に呼び出し一発張り倒した際には、これが、上官による、指摘制裁とされ、中隊長、寺尾隊員は、将尉の行動を咎めている。咎められた将尉は逆に中隊長に反論したが、結局この将尉に処分が下されることはなく、このように中隊長も、部下を束縛していなかった。戦場、機場にて隊員らによる記念写真撮影も、盛んに行われている。なお、 1944年中頃当時の帝国陸軍は航空競争、航空に関係する将兵用と航空用特別競争、航空機に登場する将兵用。続称は空中勤務者競争、船舶部隊に船舶競争、船舶に関係する将兵用を制定し、配用資格のある航空部隊内し船舶部隊の陸軍軍人は軍服の右胸に これら教唱を廃用していたが、秋津丸の1回 CS 操縦者は、航空、船舶の両部隊に属する関係から、唯一これら3種類の教商を廃用する特別な存在であった。1944年8月7日より、主に文字不山航路の津島海峡、朝鮮海峡において、秋津丸と1回 CS は、輸送任務、対戦紹介任務を開始した。 秋津丸と一回 CS の輸送、紹介任務は何度も行われ、8月6日、宇治那発マイナス8日、不山期、9日、不山発マイナス11日、文字期、12日、文字発マイナス14日、小樽期、19日、小樽発マイナス21日、文字期、9月30日、文字発マイナス11月6日、不山期、9日、不山発から同日、 文字記の公開記録があるが、当時の日本海には、アメリカ海軍の潜水艦は侵入していなかったため、対戦戦は起こらなかった。和風を喪失した1943年10月から、バーニー作戦の1945年6月まで、日本海に潜水艦を派遣していない。11月、昨月に勃発したフィリピン防衛戦のため、精鋭。 第23師団を緊急輸送する任務が、文字不残間で輸送、紹介任務を行っていた、秋津丸に与えられた、任務を解かれ急遽9日に、日本へ帰還。この軍隊輸送任務は、秋津丸のほか、新州丸、まヤ山丸、高型、木びつ丸、高型の各特殊船が受け持ち、これらルソン島行き特殊船団は、本来のシンガポール行きタンカー船団ともに非81、 戦団を編成している。非81戦団は優秀な特殊戦と高速タンカーが主体となり、護衛には海軍の大高型航空母艦、新高、松型駆逐艦、下士及び、海防艦7隻、江戸ロフ、津島、大東、湘南久米、第9号、第61号が付く、日本軍としては極めて豪華な編成だった。輸送部隊指揮官は、 第八護衛戦団司令官佐藤勤と無償で聖川丸に座城する空母新高には対戦飛行部隊として第931海軍航空隊の97式艦上攻撃機14機が搭載されていた護衛にはその新高と931空があることと大規模な軍隊輸送に専念するため秋津丸は ウジナにて1回 CS と3式連絡機を、吉島陸軍飛行場に陸上げ、その後不評第62連隊、海上停進第20戦隊、海上停進基地大隊の将兵、軍馬、物ッと4式肉迫攻撃艇、マルレ104隻、3式連絡機及び加護観測機数機、この3連と、加護は在フィリピン部隊であり、秋津丸子有装備の対戦哨戒機ではないよう、 航空機格濃庫や飛行甲板等に満載している。対戦障害機を運用しないため輸送物件である。肉迫攻撃艇は飛行甲板に積載しているほか、火力強化のためさらに降車砲4機、降車機関砲4機が増設されている。乗員数2,576名。積載作業を完了した、秋津丸は11月13日に、伊万里へ移動し、合流。 翌14日6時、日81戦団は、伊万里湾を出港した。目視が可能な昼間には、新高931空の97艦光2機が常時飛行し、昇海、また、護衛各艦と、秋津丸、新州丸は、水中調音機を使用して機船の接近を警戒していた。だが、秋津丸の水中調音機は故障しがちで、開い当時は、目視監視だったという。 しかし15日正午ごろ、五島列島沖において、護衛艦艇及び、新高931空気の紹介の隙をつき、アメリカ海軍の潜水艦、クイーンフィッシュの発射した2本の魚雷が11時53分、秋津丸の左舷船尾に命中。後部弾薬庫に誘爆、船尾楼部分が吹き飛び、船体の後部1、3は沈下した。飛行艦板に経留されていた。 攻撃艇の一部は海に滑り落ち、救助活動に役立ったという。急速に左に傾斜し始めた、秋津丸は、ボイラーが爆発し、船橋付近では火災も発生、集停ドックにも浸水して、転覆、沈没した。ほぼ合沈だった。沈没地点は、五島列島の福江島北西約4 0トル、または、戦死者は、船員93名、 船砲隊140名、乗船部隊2093名に上る。一部の漂流者は、駆逐艦、歌詞に救助された後、避難先の木裏にて、新州丸に移動した。残った日81戦団は、航海を再開するが17日18時15分に、マヤヤマ丸が、ピクーラ、20時10分に、新高が、スペードフィッシュの雷撃により沈没した。最終的に、 日本軍は特殊船2隻、護衛空母1隻を喪失、総計約6200内士6700名が戦死する惨事となった。なお、完全で両船を撃沈された、新州丸、キビツ丸に被害はなく、25日に同じく無傷のタンカー船団と分離した後、26日高尾より、玉33船団に改変。目的地の北サンフェルド、 当初のマニラより変更へ到着、輸送部隊を揚陸し任務を達成している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。